フェイズなんてことだ。まだ起きになってくるなんて。これは相当強い力を持っているはず。きっとミラたちも近くにいるんでしょう。こちらで探してみます。もう少しサタンを食い止めてください。おめえの強さよーくわかった。ほらもうやめとこよ。おめえの出番だぞ。なに、なんだと。あのバカ、もう何を言ってるんだ。なくなる。自分の息子をみすみす殺すな。ご主人、何を言うかと思えば孫悟飯。いるな、ハン。僕がセルト。あれご飯、平和な世の中取り消してやるんだ。仕事聞いてなくなる。なりてんだろ。はみはみはわかりました。やってみます。孫悟飯、なかなかの器用感じ。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。この私に勝てるというのはいささか見過ぎだったような。すぐに何してる。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。僕は昔から怒りでカッとなるととんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。きっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思う。それでも私はどうしてもそのまま怒らせた。ミスターサタンから感じた怪しい気は全て消えたようです。これでもう起き上がれないはず。今度は貴様たち。そんな、そったれ。セルジュニア、こいつも本来より強くなっているのか。お願いします。皆さんを守ってください。気付けろ。恐ろしく強いぞこいつら。無駄、絶対に勝てはせない。小さくとも私の子供たちだよ。Okay.
わずかに木が膨らみ始めたな。いいぞ、やっと怒りを感じた。早く進化を見せると、取り返しをつかめることになるぞ。ベジータやトランクスでやっと互角を取る。体力を失っている孫悟空も危ない。みんなすまねえ、こんなはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。本当に僕がすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どうやったらその力が出せるのかわからないんだ。やっと真の姿を見せたか。これで面白くなってきた。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、誰か様子がおかしいです。ゴハンさんの気はこんなまがまがしいものではありません。これは奴らミラたちの仕業だ。いい気になるなよ、小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろう。倒せるさ。
来ました。ミラたちです。すぐそばにいます。セルジュニアを倒したら、ひとまずセルはコハンさんに任せて、すぐ向かってください。